ようこそ NCFTV へ、司会の雄大とコメンテーターのモテです。よろしくお願いします。はい、それでは早速参りましょう。三菱商事ベトナム石炭火力めぐり市場と政府の板挟み。はい、はい、このニュースなんですけれども、はい、ベトナムにですね、ブーマン2っていうですね、はい、石炭火力の発電所の事業があるんですけれども、はい、でこれをですね、三菱商事が、はい、まあ、入り込んでやってたんですよ、はい、でやってたんです。でこれに対して、まあ、欧米のですね、投資家連合、はい、でこれの、はい、まあ、資産運用額約590兆円と、めちゃくちゃでかいんですけど、すごいですね、すごい、この影響力を持っている投資家連合が、10月にですね、まあ、撤退しろと、早い話が、はい、というふうに言ったんですよ。もう、要は脱炭素の時代だと、はい、ここでやってんじゃないと言って、撤退をしろと言って、はい、で11月下旬にこの、話がですね、公に報じられた時に、はい、三菱商事の株価がなんと 2% 今日下がったと、あ、っていう話なんですよ。で、はい、そういう話なんですけど、そもそもなんで三菱商事ベトナムにこんな石炭火力行ってたんですかね。そうですね、もともとベトナムは電力需要が非常に伸びているの で、はい、で最初は政府が、原発を作れということで、行って、その後、まあ、石炭火力に変わっていくんですけれども、でも実際にはベトナムではなかなか石炭火力作れなくて、計画の 58% しか作れてないと。一方、そうなんですね、そうなんです。一方、再エネは 100% 以上できているとこういう状況なんですよ。なるほど。でこの辺どうなんですか、実際のところ。いや、まあ、今はもう本当におっしゃられた通り、そういうその電力需要があって話があるので、はい、でやっぱりその外交するときにですね、日越 の首脳会談だろう、その外相会談だろうとかいうのがいっぱいあるじゃないですか、はい、そのときにやっぱり日本として何の協力ができるんだみたいな話、当然ありますよね、はい、はい、で今おっしゃられたように、その電力の需要がいっぱいあるみたいな話になれば、当然その日本の経済界も連れて、まあ、首脳外交するわけですよ。そうですね、そうですよね、はい、で確かに。かつこの東南アジアって地域ってやっぱり中国の影響力結構あるので、中国が一帯一路っていう、まあ、中国の影響力を広げていくような政策やってますから、はい、そこへ対抗っていうのもあってやってると、だから、まあ、政府の方としても、まあ、ぜひ進んでやってもらいたいし、まあ、日本の民間企業としてもそこに投資の機会があるんであれば、と思って、まあ、ある種、まあ、官民連携でゴリゴリやるっていう話に当然なるわけですよね、普通に考えれば。そうですよね。ただですよ、脱炭素と要素、そこでどこまで加味できてたのかなっていうのをこのニュース見て思うわけですよね、はいはい、要はその脱炭素になれば、その投資したその石炭火力などの要は化石燃料系ですよ、はい、に投資をしていたものが、はい、こういうような形で投資家からですね、もうやめろと言われる未来が、まあ、ある程度見えてくる、でそれをその会社の中の戦略に三菱商事が入れれたのかっていう話はあると思うんです。ただですよ、もつさん、ただ、はい、まあ、これ視聴者の方にも、まあ、ちょっと想像してもらいたいんですけど、はい、まあ、政府と一体となってですね、一緒にやっていこうよって話になって、ある種、まあ、お墨付きもついてやりましたという話ですよ、はい、でその中外的要因で無理になりましたってなった時に、そのもうこれだけリスクが顕在化してきてれば、まあ、三菱商事は撤退もしたくなったりもしますよね。それはしたいですよ、これは。そうですよね、はい、一方政府の方針というのは、引き続きその要請があれば、そこに需要があれば、石炭火力もやってきますよという回答を、まあ、この記事の中でもありますしてますよ。だから今回のこのタイトル、この板挟み、要は政府の方針というのは変えられてないわけですよ。要は旗下げれないわけですよね。そんな中でも投資サイドは変わっているので、板挟まる。で、板挟まって損を食うのは三菱商事なわけですよ、今回で言えば。そうですね、でいろんな商社も、はい、結構化石燃料系そうやって旗振られたこともあってやってるじゃないですか、だからこの前住友商事が減損処理したみたいなニュースありましたよね、はい、ありました、ありましたね、はい、こういうのは続くわけですよ。そうですね、減損処理続いてたら業績どんどん悪くなりますから、当然株価も悪くなるしっていう話ですよね、やってらんないですよね、なのでやっぱりこの脱炭素というのをちゃんと会社の戦略の中に入れていかないと、こういうようなリスクを取らなきゃいけなくなってくるよという話だと思うんですけど、もどうですかね、はい、いやもうこれはやっぱり政府の脱炭素政策が遅れたっていう罪は重いと思いますよ。そうですよね、旗を振って、はい、まあ、今ですね、実質、2050年までゼロ掲げて、これからいろんな政策続いてくると思いますので、各社のですね戦略というのもここで、はい、脱炭素の方に切り替わっていくのかなと思います。それを楽しみにしたいなというふうに思います、はい、はい、続いてのニュースです。各国首脳脱炭素へ意欲、中国が削減目標を引き上げ。はい、はい、ということで今、はい、まあ、これから脱炭素の目標がみたいな話をしましたけれども、はい、まあ、その系のニュースですよ。そうですね、はい、で国連がですね、はい、オンライン の会合を開催したんですが、はい、名前はですね、クライメートアンビションサミットというので、はい、直訳をするとですね、はい、気候野心サミットということなんですけど、はい、野心って何ですかね。野心、これ実は国連の気候変動の国際会議でずっと言われてたんですよ。今各国は実は削減目標を出しているんですけれども、その目標を達成しても気候変動、これ平均気温が3度から4度上がってしまうんですよ、うんうん、
だから皆さんもっと野心的な目標を持たなきゃいけないっていうことはずっと会議されてたんです。なるほどですね。で改めてようやくここに来てこの野心をテーマにしたサミットを行われたと、そういう意味でこの野心サミットっていう名前になってるんですよ。要はだから分かりやすく視聴者の方に言うと削減目標をっていうことですよね。その通りです。どういうことですね、より高い水準の 削減目標という話です。で、まあこれいろんな国の首脳が参加したわけですよ。で我々が扱っている、まあ、イギリスとか中国とかですね、あとはその我らが、はい、あのまあ、ニコ生 そうですね、あのガースです紹介された菅首相も、まあ、はい、あのオンラインで参加したわけですよ、ビデオメッセージで。はい、でまずイギリスからいきたいと思います。はい、お願いします。はいイギリス、はい、イギリスのですね、今回掲げた目標なんですけれども、2030年までにですね、2030年目標ですよ、50年じゃないです、30年、すぐの話です、に、あの1990年比で少なくとも 68% 削減と、温室効果ガス、まあ、すごいですよね。これすごいですね、攻めてますね。上げてきましたよね。きましたね。はい、で、まあ、あの今さっきその三菱商事のニュースでも扱いましたが、化石燃料エネルギー関係への支援というのもしませんということで、もう焦げつくところには金つけませんよというのを、まあ、明確に言ったとイギリス。はい。はい、さあ中国ですよ、見てください。ここちょっとどうなってます。はい、中国全体目標立ててきました、はい、2030年までにということで、はい、もうすぐの世界を立ててきました。2050年じゃないんですよ、はい、2030年までにですね。はい、あのここはですね、あの GDP 単位あたりということでちょっとその各国によって定義が違うんですけれども、あの05年よりもですね 65% 以上ということで、はい、基準年は05年ですけども、それでも2030年 65% 減らすって結構ですよね。これしてますね。でかつ全体目標だけじゃないんですよ、はい、中国。あ、そうですか。部門別にも立ててきたんですよ、はい、詳しくはですねニュース見ていただけると思うんですけども、はいはい、あの非化石燃料エネルギーの割合を高めていきますよとかですね、森林、まあ、あのこれ CO2 吸収しますがそれどうしますかという話だったり、あとはもう再エネ、風力、太陽光、はい、この目標っていうのもですね具体的に立ててきました。きましたね。やっぱ具体的に立てれば、はい、その裏付けでこの目標がって話になりますから、中国これやってきたよって感じですよ。さあ我々ガス日本どうですか。どうですかね。ちょっと見てみましょう。はい、まあ、目標ですね立ててきました、立ててきましたが、はい、1個目2050年。はい、まあ、あの前に言って国連で証明した話、あの国会でですね、所信表明に言った話の、まあ、ちょっと焼き増しになってしまいました、まあ、私もあの政府の中にいたので、まあ、このプロセス分かりますが、はい、まあ、こうなってるいくんだろうなと。ただ、まあ、実質ゼロですから、まあ、頑張ってほしいなと思いますが、まあ、2030年までの目標というのは今年のですね11月にCOPありますから、はい、年末の方ですね。なのでそこまでには立てますよということで、はい、皆さんにお伝えしたのはですね、これからこの議論が始まります。すなわち2030年までにどうやって削減するかというところについては、再エネの目標もそうですし、 EV の話もそうです、新しい話が出るよという話です。それをあの立てて国連提出するので、これはコミットメントですから、この議論続きますね、目が離せませんというのを皆さんにお伝えしたいとともに、まあ、3つ目、この、はい、グリーン成長ですよというのは、あのこれはまあ前から言ってる話の焼き増しです。で、4、5、金が来ました。金目の話です。はい、ただ、国際協力の話でお金をつけますよという話で、まあ、日本ですね、あの少しその目標が、あのそれこそ野心的な目標を立てれないときには、はい、どうしてもですね、資金面に頼るという話があると前からお伝えしてましたが、やはりその通りになったというような見た目にはなります。ただ、まあ、2のところですよ。どこまで本気でやるか、これからが注目です。はい、ただ、このサミットでは、少し他の国に比べると弱いかなという印象です。そうですね。というニュースですね。はい。はい、一言、ただ各国脱炭素意欲ということで覚えていただければというふうに思います。はい。はい、トゥデイズトピックさらりと参りましょう。はい、一つ目はですね、蜜月だったパナソニックとテスラ、どこで、まあ、すれ違ったのかということで、ずっと協力関係になった、あのこの2社がですね、少しすれ違ったと。で、パナソニック、まあでも独自路線で頑張っていくという、そういうようなことが書いてるニュースになります。それから二つ目、これは我々のオリジナル記事になりますが、大手電力を買収したオーボエナジー、これちょっと説明してもらっていいですかね。あ、これは、オーボエナジーというのは日本でいういわゆる新電力、小売電気電力会社なんですけれども、2009年にできまして、で瞬く間に成長しまして、大手電力の一角 SSE の小売も買収してしまうという、そういう成長を遂げてるんですよ。なるほど。これひょっとしたらこういうことは日本でも起こるんじゃないかということで、ということですね。はい、注目だということですね。そうです。はい、はい、それから3点目、まあ、アマゾンですね。やっぱり影響力大きいですけども、アマゾンがもうですね、風力、太陽光にすごい投資をというニュースですけど、これも解説お願いしてもいいですかね。はいはい、今回26カ所にあの投資するんですけれども、それでトータル 3.4 ギガワットの電気で、トータルでこれまで含めますと 6.5 ギガワットの発電ができるんですよ。で、アマゾンはもともと2030年再エネ 100% ということを言ってたんですけれども、これを2025年に前倒しすると。
で2030年には配送の CO2 を 50% 削減、2040年にはこれを含めてカーボンゼロにすると。配送ですね、はい、じゃあもうこれ黒猫ヤマトも、そうです、我々ちょっとあれですね、日本においては佐賀急便も少し考えていかなきゃいけないなと、はい、そういうような時代ですね。 その通りです、はいはい、というようなですね、トゥデイストピックスになりました。はい、これらのですねニュースの詳しいところというのは我々のエナシフのサイトアプリの方でも取り扱ってますので、詳しくはそちらをご覧ください。YouTube のチャンネル登録、高評価、番組へのご意見もお待ちしております。はい、今日はですね、まあ、さまざま、マイナスのニュースもありましたし、プラスのニュースもありましたが、こうしたことの積み重ねがですね、SDGs、それから気候変動、脱炭素の世界というのを体験していくのかなというふうに思います。それでは、さよなら CO2、また次回。